で聞いていただくんですアークやっていきたいと思います。今日はですねアークの中で本拠点を建築するのに最も最適なホームタウンにするのはどのマップがいいのかっていうのをお題にトップ3を発表していきたいと思います。ということで本日の目次はこちら。1つ目本拠点に最適なマップ、2つ目選定条件で、最後に僕が作る本拠点に最適なマップトップ3を発表していきたいと思います。でまず1つ目に本拠点に最適なマップっていう話なんだけど、どういうことかっていうとアークって結構マップがたくさんあるんですよ。有料 DLC のストーリーマップだと、スコーチダースからジェネシスパート2まであったりで、無料マップだとセンターっていうのが古くからあって、で最新だと2022年に出たフィヨルドっていうマップがあるんですよ。でそんな感じで無料マップから有料マップまで結構たくさんのマップがあって、一つのマップを遊ぶにもね結構な時間を使うっていうところで、さらにその中でマップの中で特徴がめちゃくちゃバラバラでいろんな特徴があるマップがあるっていう感じなんですよ。でこの中でですね、この選択肢の中で最終的にですよ、いろんなマップ間移動をねサバイバーはするわけなんですが、一番腰を落ち着けて自分の本拠点として、建築をしたり恐竜を、例えばスコーチダースでフェニックスを捕まえてきてで持ち帰ってくるとかっていう感じの、そのホームタウンとして使うマップっていうのは、一番どこがいいんですかというところを考えた時に、つい最近出したね1時間ぐらいするね動画があるんですけど、僕のアークに対する愛が溢れた動画があるんですが、はい、マップのランキングをねやっている動画があるんですよ。S ランクから D ランクまでマップをね、全てのマップを解説ランキング付けしているっていうのがあって、でその動画の中でコメントをいただいたんですが、マップのね今回のランキングの中では低いのは分かるんだけど、ただ最終的に本拠点として使われること多いよねみたいなっていうコメントがあったんだよね。で、確かにと思って、見方を変えるとランキングも変わってくるんじゃないのかというふうに思いましたので、今回はマップがどこが遊べば楽しいっていうよりかは、観点としてはどこのマップが最も便利で使いやすくて、で最終的な、なんていうかな、本当に本拠点ですね、さっきから言ってる最終拠点にふさわしいかというか、過ごしやすいかっていうところをですねやっていきたいと思います。ということで次の項目でどういう選定条件でそのマップを選んだんですかっていう話になるんだけど、選定条件は3つあります。リッチとエングラムとエレメントです。でこれ説明しないといけないんだけど、リッチに関しては言った通りだよね、どんな感じの土地かっていう、例えばスコーチダースだと、砂嵐が起きたりして最悪だよねでエングラムに関してはジェネシス2とかロスアイランドとかだとエングラム全部ゲットできるから、いちいち1回外に行ってエングラムを覚え直したりしなくていいよね、マインドワイプトニック使った後とかっていう感じで、さらに言うとエレメントに関しては一番重要で、なぜかというと、例えばこのエグゾメックもそうなんだけど、最終的にはですね、ここら辺にあるテック系のエングラムっていうのをメインに使うんですね。でその中でもさ、みんながね使うであろうアイテムの代表格の一つとしては、こういった形のテックジェネレーターというね、このワイヤレスで電源が電力が供給できるっていうものがあったりするんですよ。でこういったものの燃料から、あとは作る時の、材料としてもエレメントは使いますし、でさらに銃とかを作った場合、テックライフルとかテックレールガンを作った場合にはその弾ともなるんですよ。なのであらゆる局面で終盤はエレメントが超必要になるので、このエレメントの供給っていうポイントが最終的には結構大事だよねっていう形になるんですよね。なのでリッチとあとはエングラムでさらにエレメントっていう形のこの3つがですね結構俺は大事かなと思ったので、この3つを中心に選んでみましたという形なので、早速今回のランキングトップ3発表していきたいと思います。ということでやってまいりました。そうなんです、こちらのマップフィヨルドになっております。第3位はフィヨルドですね。でなんでフィヨルドなのかというと、ちゃんとねさっき言った3つのリッチエングラムエレメント、ここに対して理由があって、まずリッチに関してはかなり広いです、マップ自体が。でバイオームもたくさんあって、いろいろな、土地を活用できるって感じ。
中にねこういった、まあ、大地を利用するのもいいし、でさらにはですね、まあ、洞窟の手前なんでちょっと重かったりもするんですけど、こういった人工物をね、まあ、やっぱカスタムアップの特徴としては人工物が結構多かったりするので、ここら辺も再利用できるっていう形になってますので、結構ですねカスタムマップらしさが出ているって感じですかね。広くあのマップの土地が確保されていて、かついろんなバイオームがあって、でさらに人工物もあって、で、まあ、例えばこういったね孤島とかもあるので、いろいろな面で拠点を作るのには使いやすいねマップになってるかなというふうに感じますね。まあ、いろいろな選択肢があるっていうのがめちゃくちゃでかいよね、土地としては。でさらにエングラムに関してはすごくポイントが高くて、全てのエングラムを取得可能です。なので非常に便利なんだよね、小回りが利くんですよ。わざわざ例えばチェーンソーのためにまあどっか行ったり、まあ、スコーチダースとか、まあ、どこでもいいんだけど、そういったところに行ったりとかしなくてもよくて、このマップだけでジェネシスパート2の最後のストーリーマップですね、有料 DLC のマップまで全部のエングラムをこのマップ一つで覚えることが可能です。なのでいちいち他のマップに出向かなくてもいいっていうのがいいんだよね。でまあ恐竜も一緒じゃんと思ったりするかもしれないんだけど、恐竜はぶっちゃけまああの一定のねブリーディングできない生物はいるんだけど、ほぼほぼほとんどの8割ぐらいの生物がブリーディングできますので、まあお父さんお母さんがいればあの増やせるんで、生物に関しては。なのでよりですね、俺的にはエングラムの方が、まあ、比重は重いかなというふうに思ってます。なのでこのエングラムがですね、このマップ一つで完結できるっていうのはかなり身軽なんじゃないかなと、使いやすいマップなんじゃないかなと思いますね。でさらに土地的にも使いやすいという形なので、非常にいい感じで僕はですねおすすめできるって感じですね。こういった村みたいなところもあるし、野菜が生えてる村とかもあるのでかなりいい感じで、さらに別ディメンションも3つあるので、まああのヨトゥンヘイムはあれですけど、はい、マイナス何十度とかなんであれなんですけどまああのそんな感じで、まあ、アースガールドとかは使いやすいのでいいんじゃないなのかなというふうに思ったりしますね。なのでかなり僕的には得点が高いです。でさらにね、あの生物的な面でメイウィングがいるっていうのも、まああのリッチエングラムエレメント以外の項目なんだけど、まあ、かなり得点が高くて、まあ、メイウィングでブリーディングがあのかなり便利になるっていう点と、あとはディノニクスがいるので、ディノニクスの卵でお手軽に、まあ、序盤から卵をねサクッとプテラとかで盗むだけでも特級キブルが作れるっていう環境なので、非常にこの世界をですね、いろいろな選択肢が用意されていて、でさらにあのちゃんとね一定の難易度があるので、まあ、全然ぬるゲーにはならなくて楽しいマップという形で、結構神マップなんじゃないのかなって僕は思ってるので、そこら辺をねあの応用できて、まあ、あの最終マップには、最終マップというか、まあ、最後の自分の本拠点としてはいいんじゃないのかなというふうには思ったりもしますね。非常にいいマップだと僕は思います、本拠点を置くには。でまあ最後は一番の問題となってくるエレメントなんだけど、エレメントの供給に関しては結構いい感じです。で供給源としてはレリックボスっていう中ボスが結構お手軽に周回できて、ただクールタイムがねあの何時間だっけ、数時間あるんだよね、タイタンみたいな感じで。なのでちょっとねあのあれなんだけど、まあいい感じに集める。でさらになんだけど、ガチャがいるんだよね、ガチャ。なのでガチャでシャードのガチャを引いて、シャードガチャで量産を一応シャードができるっていう形なので、シャードガチャで、まあ、エレメントの補給っていうのができるっていう、一応2ウェイ用意されてて、まあもちろんラスボスの、まあ、フェンリーで倒せばいいんだけど、まあレリックボスを必然的に倒して挑んでいくみたいなタイタン形式なので、まあ結局レリックボスから結構ねゲットするような形になるかなと。まあレリックボスって結構ねあのクオリティが高いアイテムを落とすので、至高のなんちゃらとか名工のなんちゃらとか落とすから、そこら辺含め結構ね周回する人多いと思うんだけど、エレメントがね結構ですね、まあ、なんていうんですかね、特殊なエレメントががっつり手に入りますよっていうマップ以外の中で言うと、かなりエレメント供給がいい方です。しかもさっきは言ったんだけど、エングラムが全部ゲットできて、リッチもいいという形になってますので、でプラスアルファでメイウィングとかの、生物的な、なんていうかな、アドバンテージがあるというところなので、非常にですね、このマップとしては、最終拠点としては、本拠点としては、使いやすいんじゃないかなっていうのは、どうしてもねランキングトップには来るんじゃないかなってね、トップランクには来るんじゃないかなっていう形になってますね。なのでね今回は3位という形で、結構ねランクが高いっていうところのマップで位置づけさせてもらいましたって感じで、他に言うとエレメントとかはあんまり手に入んないんだけど、立地が良くてエングラムが全部手に入るっていうと、ロスアイランドとかあるんだよね。ロスアイランドはボスしかエレメントの供給源がなくて、そのボスがクソ強いから、ちょっとそこでまあランクをつけるんだったら4位かなみたいな感じになってたりはします。
なので結構ですね、どこかしら欠けているところが多かったりするんだよね、リッチエングラムエレメントっていうのは。なんですが、かなりフィヨルドに関しては高レベルでその3つを兼ね備えているっていうところなので、僕的にはいいかなって感じで、プラスアルファでさっきも言ったけどメイウィングと、あとはディノニクスがいるっていうのが非常に大きなアドバンテージになるので、まあ、なんならデスモダスがいるからエリクシルを量産できるんだけど、はい。まあ、チートな、ね、生物もいるので新恐竜としてね、まあ、そこら辺含めかなりいい感じなんじゃないかなというふうに思いますね。ということで第3位はフィヨルドという形になっておりますので、次の第2位のマップいってみましょう。ぶっちゃけね、3位と2位はめちゃくちゃ迷った。うわ、どっちが2位でどっちが3位だろうって感じだったんだけど、ぶっちゃけどっちもどっちって感じなので、まあ本当に同率2位みたいな感じの匂いもするんだけど、そんな感じの、まあ、ランキングになっておりますが、次の第2位いってみたいと思います。ということで第2位はこちらです。そうなんです、エクスティンクションになります。エクスティンクションとねフィヨルドはねマジで悩んだ。でなんでねエクスティンクションが2位なのか解説していきたいと思います。でエクスティンクションに関してはまず土地っていう部分なんだけど、土地は実はめちゃくちゃいいんじゃないかって俺思ってて、普通のアークっていうのは結構ですね、特にストーリーマップに多いんだけどリアルさを追求していて、土地がですね結構デコボコしてるんですよ。緩やかな斜面とか普通に岩があったりとかで、まあデコボコしてたりみたいな感じなんですが、このマップストーリーマップにもかかわらず人工物があるという特殊な立地なおかげで非常にね平らな建築が可能なんですね。こういう風な感じで真っ平らな建造物がたくさんあるので、まあ荒廃したねビル群みたいなやつで、さらにそこら辺には水源にもたくさん恵まれていて、でなんならですねベリーが取れるやつとか、あとは木が取れるやつ、湧き潰しさえしなければ無限に入ってくるここら辺のリソースがあるので、まあ本格的に木集めるんだったら別の場所になると思うんだけど、まあ、ライトにねこうやって集めれる場所もあるという形で非常に立地的にも建築がしやすいんだよね。アークの建築って若干癖あって、まあ、慣れればいいんだけど、まあ、スナップとか土台とかね、あとは埋まったりとか先にこっちを置かないと、まあ、こっちの建材が最初に置いた建材のせいで、まあ、ちょっと置けないとか設置できないとか全然あるからちょっと癖があるんだよね。でそんな中で斜面とかマジだるいから土台下げとかしないといけないから、そういった中でこういう風にそのまんまね普通に柱刺すとか土台置くだけで、まあ、本当にね何も考えずにね、まあ、これちょっと若干緩やかな坂だけど、まあ、そういう風に使える場所が多いっていうのはめちゃくちゃいい感じで、安全が結構確保されているって感じ。まあ、一応ねドローンとかが守ってたりするんだけど、防衛ユニットとかが守ってたりするんだけど、まあ、別に対して強くもないから防衛ユニットに関してはね、なのでまあそこまでの問題でもないし、あとはずっと昼間なので、まあ夜がねちょっとエモい感じがないっていうのはあれかもしれないんだけど、ずっと昼で過ごしやすいって感じですね。もういちいちガンマッチの変更こうやってねやんなくていいのでっていうところですね。でさらに言うと隕石とかが降ってくるんだけど、そういったのを守ってくれるので結構ですね、まあ本当のイージースポーンエリアって感じ。アークってイージースポーンなのにすぐ死ぬようなイージースポーンがたくさんあるんですけど、ランダムスポーンのね最初のスポーンするところで、まあ、なんですがここは本当にイージースポーンなのでかなりですね過ごしやすくて、まあ、危険が少ないというところになりますので、非常にねいい感じの立地になってるかなというところで、非常に住みやすいし初心者も全然行けるみたいな感じの場所になってるかなというふうに思います。で、まあ、エングラムが一番のマイナスポイントなんだけど、ちょっと古いマップなんだよね、エクスティンクションっていうのは。最新のストーリーマップがジェネシス2になるんだけど、その2つ前なのでちょっとだけね古いので、ジェネシス系のエングラムが手に入らないっていうのがやっぱりねどうしても厳しかったり、あとはシーズンパスのストーリーマップは全部そうなんだけど、例えばスコーチドアースのエングラムが手に入らないみたいな感じで、まあ、エングラム表見てもらえればわかるんだけど、まあ、今クリア使ってるから全部こうやって見れるんだけど、ここにスコーチドアースとか右上に書いてあるんだよね、こうやってアベレーションとかエクスティンクションとかで、このエクスティンクションとアイランドのエングラムのみしか取れないので、スコーチドアースのチェーンソーとかアベレーションの、まあ、ハザードスーツで、あとはジェネシス1のマインドリルとかジェネシス2のまあもろもろのめっちゃ便利なやつ、テックスイートとか、そこら辺がゲットできないんですよ。なので、まあ、ちょっとエングラムがマイナスポイントかなっていう感じです。まあ、なんだけど OSD っていうのがありまして、一応ですねジェネシスパート1、2以外の商品は、まあ、装備品とかは
まあ、そこら辺で原品とか BP を設計書をゲットすることが可能なので、結構ですねエングラムに関してもプラスアルファが守られている部分が多いので、まあ、そういったところを考えると結構僕的にはいけてるんじゃないのかなというふうに思いますね。最低限のマイナスで済んでるんじゃないのかなっていう感じで、ここのマップ何が一番のポイントかと言いますと、OSD とノード線っていう2つのですね、防衛線っていうのがあるんですね。で、何かというと、OSD は主に、すでに完成品の現品のアイテムとか、あとは設計書もなんだけど、例えばマナガルムのサドルとか、あとはテックライフルの強いやつとか、そういった形の装備品とかを OSD の商品で、景品でもらえるんですね。で、もう一個のノード線っていうのがめちゃくちゃ強くて、何が強いかというと、商品がエレメントなんですよ。エレメントを大量にノード防衛線でゲットすることができるので、それによってエレメントの供給がめちゃくちゃ多いんだよね。すっごい量のエレメントを効率よく集めることができるんですよ。でさらに言うとですね、ノード戦がちょっときついなっていう序盤に関しては、なんとここ、サンクチュアリーっていうんだけど、この中央の街、ここら辺 の、 例えばこ の、 街灯とかあるじゃないですか。この街灯をドエディとかでぶっ壊すとこんな感じでですね殴るんだけど、はい、ダストですね、エレメントダストがゲットできるんだよね。なのでこのダストですね、ダストをゲットすることによって、このダストからシャードを生成してみたいな、っていうかね、そもそもエングラムで不安定ななんちゃらっていうのがあるんですよ。ちょっと待ってくださいね。あ、これ不安定なエレメントと不安定なシャードで、これをですねエレメントダストから生成することができるので、そんな感じで作成ができるんですね。でこのパターンも最初使えるので非常にいいかなって感じで、これはフィヨルドでも使えます、このパターンは。なぜならエングラムが全部ゲットできるからっていう感じなので、これを序盤にやりつつで、後半はノード戦でがっつりエレメントをゲットするっていう感じで、さらに言うとですねギガノトサウルスもですね結構いるんですよ。スポーン数がかなり多いです。多分ねセンターよりも多いんじゃないかなっていう感じなので、イコール同じスポーン枠のカルカルドントサウルスもたくさんいます。ここら辺なんだけど、雪山ドームの周辺なんだけど、でそれによってですね結構ギガノトの入手難易度が下がってるっていう形にはなってるんだよね。ただそのシーズンパスに関しては、シーズンパスっていうのは何を含むかっていうと、スコーチドアース、アベレーション、エクスティンクションで無料なんだけど、同じシーズンパスの一部なんだけど、アイランドっていうこの4つのマップはこのね振れ幅がちょっと低い部分があるんだよね。上限150は一緒なんだけど、下振れがちょっと強くて25とか15とか全然出るんだよね。カスタムアップだと結構50、60、70ぐらいが下振れで出てくるんだけど、そこら辺のなんていうかな、下振れが多いというところで低いレベルの生物が多かったりするんですが、それを補ってあまりあるスポーン数がありますので、そこを考えると結構プラスアルファとしてはエレメントもたくさん取れるのに、ギガもなんと結構ゲットできるという感じになってますね。ただマイナスポイントとしては、ジェネシス編のエングラムが取れないとか、あとは他のシーズンパスの、マップのエングラムが取れないとかで、あとはみんな必須の恐竜になってきているメイウィングとかがゲットできないっていうのがあるんですが、そこら辺を補ってあまりあるノード戦とか、あとは例えばフィヨルドだったら、まず頑張ってガチャをテームするところから始まるんだけど、エクスティンクションにもガチャいるんだけど、でガチャのガチャをしてダストのガチャを探さないといけないんだけど、それをしなくても適当にサンクチュアリを回って、例えばさっきの街灯とか、電信柱みたいなやつが、とりあえずなんか人工物こういったここら辺のやつがぶっ壊していけば、ドエディとか、ピッケルとかで壊せば、いい感じにゲットできますので、ダストをね。なので結構ですね、その集まるそこら辺のエレメントの供給具合が地位のマップを除いて多分ダントツにですね多いんですよ。そこら辺がやっぱりエクスティンクションいいところかなっていう感じになりますの で、 でもちろんマップ的にもめちゃくちゃ面白いですし、ボスはタイタンがいまして、タイタンのですね3種タイタンテームしてキングタイタンに挑むみたいなのもあって、かなり楽しいね展開になってきて、マップ的にもすごく攻略のしがいがあって面白いマップなので、そこにプラスして立地的なものとか、そこに加えて結構ですね、ノード戦とかで立地的な部分を加えると非常にですねいいマップになってるんじゃないかなという感じですね。でエン
ヌグラムに関してはぶっちゃけ他マップに行ったり、まあ、BP 持ってくればいいって感じではあるので、まあ、そこまであれかなっていうところですね。やっぱりですねエレメントの供給が終盤はめちゃくちゃ大事なので、まあ、やっぱり、まあ、エングラム全部あるフィヨルドでエレメント供給が中くらいのマップっていうところよりも上に僕は2位という感じで位置づけたのは圧倒的な、まあ、ノード戦とかあとは序盤のちょちょっとしたところのダストの収集というポイントで、まあ、いい感じに集めれるっていうところがかなり大きかったかなというふうに終盤にも結構ねそれが響いてくるんじゃないのかなというところで僕はねここを2位にちょっとしてみましたっていう感じになっております。というところで次は最後の1位の発表になっております。どこが本拠点に最適なのか、それでは最後のマップ行ってみましょう。ということで、1位はこちらになっております。そうなんです、ジェネシスパート2でございます。なんとですねこのマップ、以前ですね紹介した全てのマップをティアごとに分けるランキングに分けるという形で S から D ランクまである中なんですが、C ランクという形で下から2番目のマップだったんですが、なんと最終的に本拠点を置くにはどのマップが一番最適解なのかというところを考えると、どうしてもこのマップが1位かーって思っちゃったりしまして、どうしても1位でした。はい、圧倒的なあの供給量がどうしてもね叶えませんでした。あと生物が優秀です。はい、ということでですねこのジェネシス2の解説をしていきたいと思うんですが、ジェネシス2何がいいのか、本拠点としてっていうところなんだけど、まあ、さっきも言ったリッチエングラムエレメントというところを沿っていきたいと思うんですが、まずリッチに関しては、まあ、そこまでマップ大きくないんですが、結構拠点にしやすい場所は多いです。で、まあ、X でも言ったんだけど人工物があるということは建築がめちゃくちゃしやすいんだよねっていう部分のエリアが多く存在してます。なのでこういった部分をうまく利用して遊べるっていう感じではありますよねっていうのが、まあ、土地としてもね、まあ、ある程度広さをね、担保しているので、まあ、逆側のエリアはちょっとね適正生物が多かったり、まあ、ちょっとドヨーンとした感じのエリアなんであれなんですけど、まあ、主にこっち側のエリアに関しては非常にね優秀なエリアになってますので、まあ、僕的にはね、まあ、地図で言うと右側の右半分かな、ここはどこの場所でもかなり拠点としては、まあ、使えるんじゃないのかなという風な形になってて、めちゃくちゃいい感じの立地だと思います。でエングラムに関してはここのマップもフィヨルドやロストアイランド同様全てのマップのエングラムを取得可能です。なのでエングラムとしても大きなアドバンテージがあります。でさらに一番でかいのがエレメントなんですねエレメントがスーパー無限供給されるんですよ。で、ですね、宇宙空間がですねあるんですけど、この宇宙空間で一生ですねダストとかシャードが取れるんですよ。はい、なので本当にねここのマップって頭おかしいなって思ってて、エレメントがですね本当にもうなんていうかなめちゃくちゃな勢いで取れるんですよっていうのが本当に一番の1位となった決め手かなというふうに僕は思ったりしますね。で今回はこれ鉄か、残念ながらちょっと鉄っぽいのであれなんですけど、あそうだ、ね、鉄と硫黄とかか、まあ、ここがですね基本的にはアンバーグリスか、ここが基本的には周期で変わるんですよ。1日ごとにゲーム内時間の1日ごとにここの素材が変わっていきます。でまあ、とりあえず試しに、ね、夜中の23時59分とかして、まあ、変わるシーンを見てみたいと思うんですけど、この宇宙空間がエレメントやシャードになった時に大量にゲットすることができて、しかもこのマップにしかいない、どこのマップにもいないですねジェネ2限定の超絶やばい、まあ、生物っていうか乗り物っていうか、まあ、そういうのがあって、テックストライダーっていうですね頭のおかしいのがあるんですよ。でそれでテックストレージと連携して大量ゲットしてテックホバーでブーンっていくっていうのがありまして、それをやるとどうなるかというと異次元の量のエレメントが結局自分の拠点に集まっちゃいます。はい、やべえ量集まるので、そこを考えるとどうしてもですねここのジェネシス2はあまりにも圧倒的なエレメントの供給量で、さらにですけど通常だとエレメントを利用しないと使えないね原動力がエレメントのテックスーツが防御力は弱いんですが無料で配られて、かつノーコストで使えるので、そこら辺もやばすぎる点かなって、お手軽すぎる点、
っていう形で利便性だけを追求したらジェネシス2に、まあ、本拠点を置くことがめっちゃね最適解になるんじゃないのかなというふうに僕はやっぱりね思ってます。で公式サーバーの人もジェネ2拠点の人めっちゃ多いですっていう形なので、まあ、やっぱりねこのジェネ2はあまりにも便利すぎるっていう感じですね。で生物的な話をするとシャドウメインであったりあとはメイウィング、ユキフクロウ、マナガルムっていうのがね結構いていろいろな局面で使える恐竜が結構揃ってるんだよね。なので非常にねこのマップ、まあ、強いんですよ。本当に強い。なので、まあ、どうしてもねあらゆる面で、まあ、唯一弱点があるとすれば立地がちょっとね土地側はまあ若干少ないかなみたいな感じのところはありますね。左側の土地はねちょっとねさっきも言ったけど使いづらいので、まあ、右側だけを使うと考えると結構ね狭くなっちゃうんで使いづらくなっちゃうんですが、それでもですね非常にやばいですね。エレメントの量と全てのエングラムとあとは生物ですね、まあ、ストライダーであったりメイウィングであったりっていうところがあるので本当にやばい。でまあそこら辺ふよふよしてる実はイルカがいるんですけど、まあ何より一番やばいのはそこのイルカですね。あのイルカが多分世界で一番やばいと思います。はいアストロデルフィスって言うんですけど、まあ、レベル120じゃないとサドルは解放されないんですが、あのサドルをゲットしてデルフィスを使うようになったら多分世界が完全に変わるので、そういった形で生物もチートですしエレメントの供給量も本当にチートなんだよね。でエクスティンクションがもう本当ジェネ2出るまではエレメントの最適解だよねっていう感じだったんで、ジェネシス1でも若干エレメントは入手しやすかったんだけど、まあ、やっぱりノード戦とかにはかなわないよねみたいな、後半の強い戦力を持った状態でのノード戦回しっていうのは非常に役に立って強いよねっていう感じになるんですけど、まあ、そこら辺ですね一気に凌駕するようなのがこのやべえですね、ポイントになりますので、やっぱりですねここの入手量っていうのはもう尋常じゃないので、パンチ1回でシャードが281個ゲットできますはいっていう感じなので、エレメントも無限に作れるし、でシャードを鬼のように集めて持ち帰ってみたいな、でなんならテックホワード、テックストライダーとテックストレージの3点コンボで来て一生集め続けるっていうのもできますし、もうねやばい、マジやばい。ここは本当に壊れてる難易度がもう優しすぎるって感じ、本当にチートなので、まあ、こうやってエレメントもねシャード以外でも手に入りますので、普通にね素でねっていう感じがあるのでマジでやばいんだよね。でこういったののね最適解はですね、一応カマキリが一番いいらしいんだけど、カマキリももちろんいます、はい。なのでカマキリプラステックホバーでもいいですし、カマキリプラス、まあ、何かしらの、まあ、デルフィスとかでもいいですし、重量上げたっていう感じで、もうねもうやりたい放題、もうこのマップはマジで快適度っていう形で言えば本当にまあ言うことないんだけど、違う意味で快適度を大幅に下げてくるから、まあ、ちょっとあれなんだけど、バグっていうね、あとはサーバーがクラッシュするとかね、あとはカヌーとか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 カヌーっていうクソミッションな、マジあいつら覚えてるの、まあ、忘れないからね、一瞬待って、すいません、ちょっと今 PTSD 起きました久しぶりジェニス来たんでな気にしないでくださいということでね、今回の最後のマップにするには、最後のマップっていうか本拠点っていう方がいいかな、表現としては、自分が戻ってくる本拠点のマップとしてはどこがいいかというランキングなんですが、僕的にはジェネシス2が、まあ、効率の面から突き詰めたら結局ここが楽ちんだよなっていう感じになりましたね。まあ確かにみんながねここを最終拠点にしているっていうのも分かりますし、まあ、便利だよねっていう感じなので、やっぱりねこのマップとしては、まあ、バグとかいろいろあるんだけど、PC 版に関してはね結構ねいい感じに、まあサーバー、まあ、公式サーバーはやばかったりするけど、まあある程度 PC の方がゲーミング PC だったら死ぬってことはないので、一応ね、うん、プレステとかだときついけど、なのでまあスイッチに来たらまあどうなるかもうぐるっちゃうけどね、はい、なんですが、そのようなところがあるんですが、まあ実際その利便性のマイナス点がほぼないので、やっぱりね相当えげつないなって思うんですよ。でここクレートあるんだけど、クレートがね OSD みたいなやつなんだけど、マジやばくて、このクレートが中身がですねバグってるんだよね。めちゃくちゃインフレしたものが大量にゲットできますので、まあ、こんな感じで原品とか BP とかのこういったミニガンが急にゲットできたりとか、でサドルもゲットできたりとかっていう感じ で、この中で普通に思考とか名工をゲットできますので、ガチバグってんだよねっ
という形になるので、そこら辺含め結構ね、まあやばいんじゃないのかなと。で、ジェニスシリーズは忘れてはいけません。エリナさんが常にね横にいますので、エリナさんのショップも使えるという形になっておりますね。なので、まあ、こんな感じで、あのかなりあらゆるものが揃ったジェネ2なので、かゆいところに手が届くっていう意味では、後半のねいろいろなものが揃った状態で、まあ、便利に過ごしたいというのであれば、ジェネシス2は非常にいい場所じゃないかなというふうに思いますね。で、まあ、全マップ紹介というか解説のティアランキングの時にも言ったんだけど、アークのいいところはやっぱり自由度が高くて、人によって選択肢が違うっていうところなので、ここに関しては僕がですね、まあいろいろね、あの考えて思ったことをね、あの発表してランキングにしてますので、いろいろみんなはね違うランキングになる可能性もあると思いますので、ぜひね皆さんのね、あのランキングとかみんながどう思ったとかもね、あの書いていただけるとね、コメント欄にね嬉しいかなというふうに思いますね。まあ僕はさすがにジェネシスこれ1位にしないっていうのは完全にカヌーの恨みだろっていう風に思われそうだから、ちゃんと、あれですね、感情ではなく頭で考えて、あの1位にしました。はいまあ俺の大好きなノグリンもいることだしね、うん、っていう感じなので、まあ、ぜひね皆さんね、ジェネシス2ですね、一度は遊んでみてはいかがでしょうか。ただしあのいろんな形のバグがありますので、そこはあの僕運営じゃないんで保証できませんけど、はいということで本日のランキングこのような形になっております。3位がフィヨルド、2位がエクスティンクションで、1位がジェネシス2という形になっております。それでは本日もご視聴ありがとうございました。またぜひ次の動画でお会いしましょう。バイバイ。